どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。さあ、いよいよバージョン 2.2 が来ますね。そして、残す復刻待ちもあと4人で一周する状況となってきました。現在の復刻待ちは、フーゲン、トパーズ、フォフォ、アルジェンティと、アタッカーとサポートの4名になります。前回のガチャのバージョンで言うと 1.3 から 1.5 の間となっているので、半年ぶりの復刻待ちもおり、今の環境に合っているのか気になるところかなと思います。ということで、今回は前回のガチャから実際の使用頻度や編成の扱いやすさなどから優先度について話していきたいと思います。スターレールに関しては星5の増え方が結構激しいですからね。各キャラの強みを抑えてガチャの判断をしていくのが大事かなと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず各キャラの性能のおさらいからいきたいと思います。それぞれ役割が違うので要点だけを押さえたいと思います。フゲンは実装当時は初の限定ソンゴということで注目されたキャラですね。スキルの性能は3ターン継続する休館の陣を展開し、発動中は味方のダメージ 65% を負担する性能となっています。しかも発動中は味方の HP と会心率がアップするようになっており、ちょっとしたサポートもできます。これにより耐久面の低いアタッカーやサポーターを高火力の攻撃から守ってくれるっていうのがありますね。さらに HP が 50% を切った時に自身の HP 80% 以上の回復をする性能もあります。これにより攻撃をたくさん受けても自動回復によって味方を守り続けることが可能になっているってわけですね。ですが回復の発動には限りがあり、回復回数を維持する必要があるっていうのがあります。それを解消するのが必殺技となっており、1回発動すると回復回数を1回復してくれます。最大2までストック可能です。しかも全体攻撃となっており、ちょっとした人生削りやダメージのお手伝いができます。しかも味方がちょっと回復するっていうおまけもありますね。必殺技の火力は微妙なところっていうのはありますが、ソンゴの守るという点ではかなり扱いやすいキャラとなっています。トパーズは追加攻撃特化のスペシャリストとなっており、サブアタッカーとして優秀なキャラとなります。トパーズに関しては本人ではなく株が攻撃主体となっており、独自の行動順をもとに動くようになっています。行動順に関しては味方が追加攻撃を発動すると早まるようになってますね。これはトパーズ自身でも言えるところです。スキルは解除不可のデバフ、最小名のターゲットの変更と相棒の株が炎属性の攻撃を行います。ヒット数もそれなりに多く、スキルダメージが追加攻撃として判定されるようになっています。しかもデバフの負債証明は追加攻撃をアップしてくれるので火力が出しやすくなっているんですよね。必殺技に関しては株のダメージ倍率と会心ダメージがアップし、特殊状態になります。この状態は攻撃2回まで維持が可能となってますね。この状態になると負債証明がついた敵に対して味方がどの攻撃をしても株の行動順を引き上げてくれるっていう仕様になっています。トパーズに関しては株が本体のようなものなので、株の行動順を意識するのが非常に大事となります。ちょっと癖がありますね。フォフォに関しては回復とデバフ解除に特化したヒーラーとなります。見た目に反してかなり性能が高いです。スキルに関しては2ターン継続する拡散可能な回復となっており、ターゲットならデバフ解除が可能となっています。しかもこの回復はフォフォ自身が厄払いという効果を獲得し、各味方の行動前に回復とデバフ解除をしてくれるという仕様です。これが非常に優秀で、行動不能の味方がいても行動前にデバフを解除してくれるので行動が継続可能というのがあるんですよね。さらに必殺技は EP の回復と攻撃力のアップとなっており、味方全体の必殺技の回転率と火力の貢献ができるっていうところがあります。この EP 回復が意外とありがたくて、頬の性能面をさらに強くする要素となっています。アルジェンティは全体攻撃が得意な物理アタッカーとなっており、必殺技特化のキャラとなっています。スキルに関してはシンプルになっており、敵全体への攻撃となっています。ヒット数は少ないですが、スキルの発動は EP 回復がメインなので人生削りでもできれば OK ぐらいの感じになりますね。ですが必殺技がちょっと特殊で、 EP が2段階で溜まる仕様になっています。1段階目では全体への攻撃のみとなりますが、2段階目まで溜めるとランダムにバウンド攻撃をするようになります。このバウンド攻撃が非常に強力で、最大6ヒットを単体に当てることができれば高火力が狙えるというものですね。
もちろん必殺技中に敵が倒れたらバウンド攻撃は生き残っている敵に集中するので無駄になる心配はありません。敵が戦闘に加入した時や自身の攻撃が当たった時に EP が回復するようになっているので意外と必殺技が回るっていう一面がありますね。思ったよりも爽快感のあるアタッカーなので物理弱点の敵や連戦においては活躍してくれます。以上で各キャラのおさらいは終わりとなります。結構複雑な性能のキャラもいますがそれぞれスペシャリストな性能となっていますね。それでは各キャラの性能も振り返りできましたので各キャラの強みと注意点についても話していきたいと思います。スゲンの強みとしては味方のダメージ負担で耐久力アップ、 HP 回復で耐久面が長持ち、 HP アップや回心率アップでサポートっていうのがありますね。スゲンの魅力は単純に味方の生存確率がアップするのでチームにいるだけで貢献度が高くなります。しかも自身が受けたダメージは回復できますからね。味方さえ生存していれば戦闘は続けられるので意外と継戦能力が高いっていうのがあります。また普賢の必殺技は模擬宇宙などの法上の祝福とかも相性がいいので回復性能を伸ばせば必殺技の回復も活躍できるのでその点も優秀となります。注意点としては全体攻撃に対して弱いというところ、ダメージ負担によっては EP を回復しない、持続パーティーとの相性が悪いっていうのがあります。普賢の注意点としては全体攻撃に対して弱いというところですね。これは他の存亡と違って自分の HP を犠牲にするからです。そのため味方全体がダメージを受けてしまうと普賢のキャパをオーバーしてしまうため先に倒れるということが多々あります。またダメージ負担では EP は回復しないのも注意が必要ですね。自身で攻撃やスキルを行う必要があります。その他に耐震率バフは持続パーティーなどの場合不要となるので編成によっては相性が悪くなるっていうのがありますね。普賢はあくまで全体のダメージ負担が大きな役割となりますので HP を大量に盛るようにしておきましょう。 HP を上げても辛い時は味方の非ダメージを抑える必要があるので防御力の見直しも必要かなと思います。続いてトパーズです。トパーズの強みとしては全てが追加攻撃になる、 SP 管理がしやすい、探索において助かるというところです。トパーズに関しては追加攻撃のスペシャリストということもあり追加攻撃持ちの編成とは非常に相性が良くなってます。しかも通常攻撃も追加攻撃に変換する追加能力があるため SP がなくても攻撃するだけで下部の速度を上げることが可能です。この性能があることでダブルアタッカー編成でも安定した火力を出しやすくなっています。また探索においても宝箱の発見やプーマンの動きを止めたりとできるので便利な一面もありますね。続いて注意点です。注意点としては追加攻撃持ちがいないと火力が落ちる、単体特化なので複数戦が辛い、編成によって攻撃頻度が変わるというところです。トパーズの注意点としては編成によって火力に差が出てしまうという点ですね。追加攻撃の頻度によって株の行動時の上昇回数が変動しますからね。トパーズ以外の追加攻撃持ちが重要となります。そのため追加攻撃編成でない場合は圧倒的にトパーズのパフォーマンスが落ちてしまうのでその点には注意が必要です。トパーズは追加攻撃のスペシャリストなだけあってそれに合わせた編成依存も高くなっています。普通に使うならどの編成でもいいんですが最大限の性能を生かすならやはり編成がネックになるなというところですね。続いて頬についてです。頬の強みとしてはスキルでお手軽な回復、行動前のデバフ解除と回復で安定、 SP 管理が楽で扱いやすいっていう点ですね。頬は回復特化ということもあり味方の行動制限を抑えられる性能が本当に強いです。回復も行動前に発動するものなので味方が行動不能デバフを受けても動けるのは非常に強いかなと思います。またターン継続の回復なので SP 管理が楽なのは編成に採用しやすく活躍の幅が広くなりますね。続いて注意点です。緊急回復がないのでタイミングが大事、 SP の余裕が出るほど管理はできない、オートだとちょっと回復が遅いになります。ここの注意点としては緊急回復がないのでスキルの回復タイミングが大事になります。また SP に関して言えば2ターン継続のスキルで貼り直しが出てくるので自分の行動分しか稼げないというのがありますね。敵の攻撃が弱いか5つしてターン数を増やせば SP 回復に貢献できますが敵次第なところがあるかなというところです。
また、オートの使用上、どうしても回復に関してはまだまだなところがあるので、手動意識が大事となりますね。これは未だに改善されたとしても難しいかなというところです。ホホは回復面においてとても優秀なので、個人的には耐久枠においてもとても優秀なキャラだなと思ってます。どの編成に入れても必殺技とスキルが腐りにくい仕様ですからね。扱いやすさはピカイチだと思います。続いてアルジェンティンについてです。アルジェンティンの強みとしては EP 消費で火力を使い分けれる。EP 回復効率がとても高い。ウェーブ戦においては力を発揮しやすいとなります。アルジェンティンは必殺技の使い分けができるので非常に強力なキャラとなっています。1段階目の必殺技でも雑魚を一掃できる火力があるので、そういった点では強いんですよね。しかもこの1段階目の必要な EP に関しては90と全キャラの中でもトップクラスに少なく、連戦において連続で使用するということも可能となっています。敵の出現で EP も回復するので、虚構女児や疑似科学などにおいても相性が良くなっています。続いて注意点です。注意点については、少数やウェーブ戦以外は苦手、スキルは火力が控えめ、耐久面がちょっと低いとなります。アルジェンティは敵が多かったり入れ替わりがあると非常に強力なんですが、それ以外の場合では性能を発揮しづらいっていうのがありますね。しかも必殺技以外の通常攻撃やスキルは火力が控えめなので、必殺技の回転率が落ちると火力も自然と下がってしまうっていうのがあります。またアルジェンティは攻撃力が高い分、防御力や HP は下から数えた方が早いくらい耐久面において乏しいです。そのため味方の耐久枠がしっかり動いていないと辛くなることが多いので、編成はしっかり考える必要がありますね。アルジェンティにおいては必殺技が魅力的な割に戦闘の適性もあるアタッカーとなっています。裏庭よりも虚構女児の適性が高いというのはそういった一面があるからなので、シーンを選ぶアタッカーと言えますね。それでは各キャラの装備や編成について見ていきたいと思います。無限に関してはこんな感じになりますね。公演生のおすすめとしては、閉ざした瞳、勝利の刹那、余生の初日となります。閉ざした瞳は HP と EP の性能を上げてくれる持ち公演生となっているので、まあ合わないわけがないっていうところですね。続いて勝利の刹那です。こちらに関しては防御力のアップがもちろんなんですが、一番は自身が狙われるっていうのが大事ですね。これより味方の負担を減らせるので相性が良くなっています。ポジションに関しては防御力アップと味方のダメージ耐性をアップするので、個人的には余生の初日がいいですね。続いて異物とオーナメントについてです。異物のおすすめに関しては孔明と兵士ですね。こちらがいいかなと思います。もし速度が足りないなっていうところであれば、孔明とメッセンジャーっていうのがいいですね。個人的にはおすすめ2の方を使っています。オーナメントに関しては老い物の選手と折れた竜骨となりますね。こちらに関してはパーティーメンバーで1人しか効果を発揮しないっていうのがありますので、組み合わせによって変えるのが大事かなと思います。異物のメインステータスについてです。 HP 速度、 HP、EP 回復でつけるといいかなと思います。無限に関しては HP を盛ることが大事なので、 HP 主軸にするようにしましょう。続いてリソーステータスです。 HP は8000以上ですね。で、防御力は1400以上、速度は134以上あるといいです。ある程度必殺技を回しつつ回復も確保するとなると、速度も重要になってくるキャラとなってますね。おすすめの編成候補としては、不言、読み、フェラ、銀狼のパーティーと、不言、陰月、花火、天雲のパーティーがいいかなと思います。続いてトパーズです。トパーズのおすすめ公演生は、悩んで笑って、論剣、正解巡行となります。悩んで笑ったに関しては、会心率と追加攻撃の火力アップに加えて、専用デバフ付与で会心ダメがアップできるのもいいところです。論剣に関しては、同じ敵を攻撃するので相性が良くなっています。突ができるなら断然こっちの方がいいですね。3つ目は正解巡行です。単純に会心率をお手軽に上げれるので、個人的にはこれはおすすめかなというところですね。異物とオーナメントについてです。異物に関しては太鼓ですね。こちらの4セットがいいかなと思います。おすすめの2つ目としては、太鼓と溶岩の組み合わせがいいです。オーナメントに関してはグラモスとサルソットですね。グラモスに関しては160の速度を満たすというのはかなり難しいかなと思いますので、サルソット一択でも大丈夫かと思います。メインステータスに関しては、胴体に関しては会心率が会心ダメ、速度、攻撃、攻撃という風にするようにしてください。
ストパーズの異物に関して攻撃を採用する理由なんですが、タブのダメージは攻撃力を参照するためです。そのため攻撃力を上げておくのは非常に大事になります。理想のステータスとしては攻撃力は2800以上、会心率は 75% 以上、会心ダメは 150% 以上となります。編成のおすすめとしてはトパーズ、レイシオ、ルワン、アベンジリンですね。追加攻撃特化です。その他で言うと、まあ妥協したところですが、トパーズ、クラーラ、ルワン、ラセツとなります。続いてポポです。ポポのおすすめの公演水は強魂の夜、自説はいらず、同じ気持ちとなります。強魂に関しては EP 効率がアップする持ち公演水となっています。また味方の必殺技で HP を回復してくれるのもいいところかなというところですね。続いて自説です。自説は HP と治癒力がアップします。まあ、単純に回復量が上がるので持っているならありな公演水ですね。で最後同じ気持ちです。治癒量アップとスキル使用で EP 回復する公演水ですね。コツができるなら自説より優秀になるのでこちらの方が良かったりもします。異物とオーナメントのおすすめです。一つ目のおすすめとしては火脚とメッセンジャーになります。二つ目は火脚の4セットですね。まあ、回復にするか速度にするか、このあたりで変わってくるかと思います。オーナメントに関しては追い抜戦衆と折れた竜骨です。こちらも普遍と同様、味方の編成によって使い分けるという感じですね。メインステータスについてです。胴体に関しては治癒、足は速度、オーナメントは HP、縄は EP 回復となります。まあ、体験面がある程度欲しいところなので HP は高めにするのが大事です。理想のステータスとしては HP5600 以上、防御は800以上、速度は134以上がベストです。おすすめの編成としてはカフカ、ブラックスワン、ルワン、ポポで持続パーティーが一番いいですね。その他に軽流、グローニャ、ルワン、ポポという組み合わせもベストです。続いてアルジェンティです。アルジェンティのおすすめ公演水はその一刻を目に焼き付けて、銀河鉄道の夜、この世界に喧騒をとなります。その一刻に関しては会心ダメージアップする持ち公演水となっているので火力の底上げができます。さらに最大 EP に応じて余ダメがアップするので、そういった点も強いですね。銀河鉄道の夜に関しては敵が多いほど攻撃力がアップします。しかも敵が弱点撃破されると余ダメもアップするので、火力圏としては申し分ないかなというところです。そして最後星4ですが、この世界に喧騒をも使いやすいです。戦闘開始時に EP を回復ができます。さらに必殺技の余ダメもアップするので、突できれば十分な性能となります。続いて異物とオーナメントについてです。一つ目のおすすめはチャンピオンになりますね。続いて草の穂ガンマンです。オーナメントはサルソット、グラモスとなります。速度がねある程度漏れるのであれば、グラモス対応もありかと思います。メインステータスの候補としては銅は会心率と会心ダメどちらかですね。足は速度、玉に関しては物理ダメージ、縄は攻撃となります。理想のステータスとしては攻撃力が3000以上、会心率は 75% 以上、会心ダメは150以上となります。おすすめの編成の候補です。アルジェンティ、ケイウン、花火、ポポとなります。続いての候補はアルジェンティ、ペラ、ケイウン、ポポですね。アルジェンティに関しては編成がちょっと偏りがちっていうのがあって、今そこまで開発されてないのもありますので、ちょっと少なめな編成となっています。それではガチャの優先度に関して話をしていきたいと思います。復刻ということもあり、条件付きで話をしていきたいと思います。武元に関してはアベンチリンがいないなら引くのはありっていうところです。そもそも限定ソンゴはチームの耐久枠を上げてくれるので欲しい枠となります。持続パーティーとはちょっと相性が悪いっていうのはありますが、それでも耐久枠として使えるので、アベンチリンがいないならありだなと思いますね。正直、アベンチリンがいないときは、普遍はほとんどの編成で耐久枠として使用してましたからね。それだけ使い勝手のいいキャラとなります。また、ポポや羅刹を引く予定なくて、限定宝珠がいない場合もありですね。アベンチリンとたびたび比較されますが、性能は現環境でも十分通用する性能かなと思います。続いてトパーズです。トパーズに関してはレイシオ、アベンチリンがいるならありというとこです。追加攻撃のスペシャリストということもあって、すでにレイシオとアベンチリンがいるならありかなと思っています。トパーズを単体で使おうとするとどうしても性能が発揮しきれない部分があるので、その点がちょっと辛いんですよね。
ただ編成の活躍として追加攻撃編成にとどまる可能性があるので、ガチャを引く余裕があるならありかなっていうとこです。なので現環境で言うと団体特化となっているのはちょっとエンドコンテンツとかの観点からしても考えものかなっていうのが正直なところですね。あんまり自分の中では使ってる頻度は多くなかったなと思います。続いて頬についてです。羅刹を未処置で星5ソングが1枠しかいないならありというとこです。ここに関しては行動前のデバフ解除と回復が非常に便利なのでガチャを引くならありっていうところですね。今回は条件として羅刹と星5ソング1枠のみと条件をつけましたが、 EP 回復などの精度を考えると持ってて損のないキャラなんですよね。個人の使用感で話をすると普賢と同じくらい活躍してて実装からずっと使い続けてるキャラになります。それぐらい本当強いですね。なんなら現環境でもデバフ対応っていうのは使えるのでとても優秀なキャラかなと思います、正直腐りにくいなっていうのがありますね。続いてアルジェンティです。アルジェンティのガチャに関しては限定アタッカーが2人以下ならありっていうところですね。アルジェンティに関しては初めてだったりでアタッカーがいないならありだなと思います。っていうか性能がウェーブ戦向きなのでなかなか引きづらいなっていうのがありますね。そのため裏庭などのように敵の数が決まったバトルだと火力が出しづらいのでちょっと悩ましいところっていうのがあります。現環境だと敵も固めなので多くの人生削りも重要なのでガチャは後回しになるのかなっていうところですね。個人的にはストーリーが好きで引きましたが活躍としてはやっぱ連戦系になるかなっていうところで終わってます。各キャラのガチャについては以上となります。アタッカーに関してはちょっと専門性が高すぎてガチャが引きづらいっていうのが正直なところです。その代わり耐久枠の光に関しては未だに使えることが多いのでガチャを引くのはありかなっていうところですね。始めたばかりで持っていないという方は引くのは全然ありなキャラだと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。